県別のシンハラ人のパーセンテージシンハラ人は、スリランカの民族、シンハリ人とも呼ばれる。先住民のドラビダ人とインドアーリア人が混合した民族である。スリランカの総人口のうち約7割を占める民族集団で、大半は仏教徒であるが、一部にはキリスト教徒もいる。シンハラとは、シンハラ語で、ライオンの子孫の意味である。 年代記のディーパワンサ、マハーワンサに記されている建国神話によれば、初代の王のウィジャヤは北、インドからランカー島にやってきて王位についたが、両親は人間とライオンの間に生まれたとされるシーハバーフとシーハシーウアリーであったので、シーハの子孫と呼ばれることになったという。この神話を生み出す根底には、百獣の王たるライオンを、 人間の王を表す隠有とする思考と古代インドに広く見られたライオンを始祖とする神話的羊によって王権の権威を誇示するという主張が重なっていると見られる。なお、紀元410年から411年にアヌラーダプラに滞在した北権の記録である仏国記には死死国として登場する。シンハラという名称は時代とともに意味内容を変え、 王朝王国王国民民族へと変化してきたという見解もあるで仏教、復興運動が起こり、北インド七字と仏教を基本的要素とする、シンハラ人の民族意識が高まった。いわゆるシンハラ仏教ナショナリズムの登場であり、穴川リカダルマパーラの仏教改革運動とも、相まって広く民衆の間に広がった。この結果、ドラビダ系の言語に属するとされる。 ハミル人との異化が拡大されることになった。これが独立後に1956年のソロモンバンダラナイケ政権の主張に取り込まれ、シンハラ語を公用語とするシンハラオンリー政策が引き金になって、シンハラ人と少数ハタミル人の対立を引き起こす動員となった。民族間の紛争は仏教とヒンドゥー教という宗教の対立に、 結びつけられ、古代以来、シンハラとタミルの長い歴史上の対立が続いてきたという解釈さえ生まれた。何度かの民族紛争を経て、1983年にその対立を激化して内戦状態となり、外部からの干渉や内部対立で泥沼化して2009年5月まで続いた。もともとシンハラと呼ばれる人々は、 南インド起源の人々も含む多様なものであったが、近代の学問の言説、植民地状況、ナショナリズムの展開、政治経済の変動などの要因によって、国民国家の中の国民となることで、民族として再編成され、固定化されることになった。また歴史的な経緯から、内陸部に住むウガラタシンハラとパハタラタシンハラに分かれており、言語、習慣、 慣習法の違いがある。社会構成は、クラヤと呼ばれる世襲的な階層が基本にあり、インドのカーストと類似するが、上位の五位マが半数を占め、規制もインドほど強くはないという特徴がある。ありがとうございます。